はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、PayPay ペイペイと LINEPay の連携開始、3月はさらに見逃せないキャンペーンありということで、今回は PayPay ペイペイと LINEPay についてですね、この動画では Yahoo や PayPay ペイペイのサービスを提供する Z ホールディングスと LINE が経営統合することによって、今後どんな風になるのかということと、それに関してまたどんなキャンペーンが開催されるのかということを含めてお伝えしていこうと思います。それでは、行ってみましょう ということでね、先ほどお伝えした Yahoo とか PayPay とかをまあ提供する Z ホールディングスと、こちらの LINE 株式会社が、昨日の発表で経営統合するということが発表されました。まあこれはね、結構前々ぐらいから発表されてたんですけども、昨日の3月1日から、今回のこの経営統合によって、まあいろんな情報が出てたんですけども、まあ僕のチャンネルは普段からね、PayPay <laughs> ペイペイとか LINEPay 含めてキャッシュレスやポイントについてお伝えしてるので、この PayPay ペイペイと LINEPay だけに、 ピッックアップををしして情報をお伝えしますでそのプレゼン資料から一部ピックアップをしてきたんですけどもまずここですね国内の QR バーコード決済をなんと PayPay に統合するということになります で、海外は LINEPE を継続して、アジア主要国での発展を目指すということでございました。まあ、これはね、結構大きくね、昨日のネットニュースとかでも出てましたね。で、今現在国内の累計登録者数、PayPay はなんとですね、約3600万人の人が使ってるみたいなんですよ。ま、あすごいですよね、この人数。で、具体的な内容としたらですね、ここにも出てるように、2022年4月を目標に PayPay と LINEPE を PayPay に統合すべく協議開始ということでございました。まだね、本格的にスタートは してないんですけどもまあ徐々に徐々にっていう感じですねなのでここにも出てる通り LINE ウォレットからなんと PayPay の利用が可能になったりとかで左下に薄く出てるんですけども2021年の4月下旬以降 LINE ペイが PayPay の QR コード読み取りが対応するということですのでまあ実際にねこれ始まってみてどんな風になるのかっていうことが分かればまた僕のチャンネルでもお伝えしようかなと思っておりますでもう一つね先ほどお伝えしたこの LINE ペイなんですけどもなんとですね LINE ペイ今海外累計登録者数が約1700万 に使ってる方がいらっしゃるみたいなんですよね。これも結構意外でしたね。こんなに海外でも使ってる人いるんだなと思って。なので、完全に line pay がなくなるって言うわけではなくて、まあ、ちょっと真ん中の方にも出てるように台湾を中心にアジア諸国で。すでに強いリーチを獲得ということですので、まあ今後もね。この line pay については、主に海外でどんどん広がっていくっていうようなイメージでいいかなというふうに思います。こちらも楽しみですね。で、今回はですね。その経営統合によって、この超 paypay 祭りがスタートするということでございました。 ま、これはね、少し前にも動画で紹介してるんですけども、前はここにね、Yahoo LINE 経営統合記念って確かなかったような気がするんですよね。しかもこのね、宮川大輔さんのね、メガネが赤と緑になっておりました。で、いろんなキャンペーンについてはこちらの動画でピックアップをしてますんで、ぜひこちらを見ていただければと思うんですが、それに加えてですね、3月にはなんと見逃せないキャンペーンがですね、3つほど発表されておりました。ま、他にもちょこちょこあったんですけども、今回は僕がですね、3つに分けて簡単にお伝えします。まず1つ目なんですけども、PayPay ドラッグストアで最大20% 5%還元とということで、それがここちらででででですすねねペ,イペイ残高のの支払いい対象のドラッグー最大10%戻ってくるキャンペーンということう、ね、今現在開催中の全対象加盟店で20%戻ってくるキャンペーンと併用して使うことが可能となってます。で、キャンペーンの期間なんですけども、少し先にはなるんですが、3月の19日から3月の28日までのキャンペーンとなります。で、詳細の還元率はご覧の通りとなります。内訳として、通常の PayPay ユーザーと Yahoo プレミアム会員、そしてソフトバン ワインバイバルスマホユーザーザとということで、種類に分かれますでドラッグストアキャンペーンのそれぞれの還元率っていうのは10%、15%、25%ということで、まあ、実際にどれぐらい使ったら今出てるような付与上限に到達するのかっていうことでざっくりとした計算がこちらですね。上限到達ということで、まず通常のペイペイユーザーの方であれば、3万円を1回利用したら3000円相当も上限に到達して、期間中トータルで5万円分利用したら5000円に到達すると。で、ヤフープレミアム会員の方の場合に関しては、 に2万円相当を利用することによって3000に到達して期間中トータルで33,334円利用することによって5000円の上限に到達しますでソフトバンクワインバイルのスマホユーザーの方に関しては1回に1万2000円相当まで使ったら 3000円の上限に到達して、期間中トータルで2枚まで利用することによって、5000円の付与上限に到達するということになります。なので、まあ、ぶっちゃけね、これを見た感じは、もう、ヤフープレミアム会議もしくはもう、ソフトバンクワインバリユーザーの方が、かなりね、このキャンペーンお得なのかなと思います。 もちろんね、通常の PayPay ペペユーザーの方でもお得なんですが、まあ無理に使う必要はないかなと思うんですけども、ソフトバンクワイモバイルユーザーの方はまあ結構お得にお買い物できるかなと思います。で、対象の支払い方法なんですけども、PayPay ペペ残高、あと Yahoo ーカード後払いが対象となりまして、で、その他のクレジットカードでの決済が対象外となりますので気をつけておいてください。ちなみに僕はワイモバイルユーザーなので、y モバイルのまとめて支払いですね。それを使ってうまく二重取りをして決済しようかなというふうに思っております。まあこちらの動画でも紹介しているので参考にしていただければます。 かなと思いますで気になるですねどういったドラッグストアが今回対象になるかということなんですけども以上でですね対象のドラッグストアウェルシアグループここからファインサンドラッグ杉薬局鶴派富士薬品ドラッグストア松木よっていう感じなのでまあ、かなりねもう全国的にあるようなドラッグストアが対象なのかなっていう感じですかねでここにも出てる通り対象店舗や売り場は追加変更になる可能性がありますとまた一部対象外の店舗や売り場もあるということですのでまあこれはね詳細の情報をちょっと待ちたいなと思いますねということでまず一つ目のドラッグストアで最大25 5%還元についてでした次二つ目は p a y p a y ジャンボということなんですけども、こちらも結構熱いんですよ。それがこちら、p a y p a y での支払いなら p a y y p a ジャンボ1等最大全額戻ってくるキャンペーンということで、キャンペーンの期間自体は3月の27日から3月の28日のこの、なんと2日間だけなんですよね。ラスト2日間だけとなります。で、対象店舗なんですけども、対象外店舗を除く以下の PayPay 加盟店が対象ですということでした。なので、普通に PayPay 加盟店実店舗であったりとか、あとはこのネットストア、 ヤフーショッピングとかですね、オンライン加盟店とかも対象と。 で、個人的に熱いのは、やっぱここですね、請求書払いサービスということで、なんとですね、もし対応してれば、ご自身の地域の請求書を PayPay ペイペイで決済したら、PayPay ペペジャンボに当たる可能性が出てくるということですね。なので、電気代がね、まさか浮いちゃったとか、そういったパターンになる可能性もあるかもしれないです。ちなみに、どんな風なキャンペーン内容かと言いますと、キャンペーン期間中に PayPay ペイペイ決済をご利用いただいた際に、3回に1回の確率で以下のいずれかが当たる抽選を実施しますということですね。3等の場合でも1% 2等の場合でも10% 1等の場合は100%ということですので先ほどお伝えしたように電気代が増すかペイペイ決済をしたら浮いちゃう可能性が出てくるとまあ、確実ではないんですけどねで、付与上限は10万円相当丸となってますで一応ですね対象外の店舗はここに出てる通りとなってますんでこれ以外のものでまあ決済をしてペイペイジャンボこの2日間の間に狙うのはかなり面白いのかなというふうに思いますね ということで、ペイペイジャンボについてでした。で、最後3つ目、LINE ショッピング最大2000ポイントということで、こちらね、昨日のツイッターでちょっとお伝えはしたんですけども、こちら、LINE ショッピング大還元3つのお得祭り最大 LINE ポイント2000ポイントもらえるということですね。このキャンペーンについては、この LINE の昨日のプレスリリースでちらっと見かけまして、それがこちらの部分なんですけども、LINE からお得にお買い物が楽しめるショッピングサービス、LINE ショッピングでは3月の26日から28日、 1> 1日まで、のの期間限定でで大還元3つのお得祭りキャンンペーンを開催されるとでこのキャンペーン自体は、キャンペーンの期間中に、LINE ショッピングを経由して、対象ショップで税込み1000円以上をご購入いただいた方全員に、ショップごとの LINE ポイント還元に加えて、さらにですね、最大2000円相当の LINE ポイントを還元しますと。さらに、同期間中は、ショップごとの還元率も通常より大幅アップするほか、 ショップ別でよりお得にご購入いただけるクーポンも配布するなどお得にお買い物を楽しみいただける3日間となりますということでしたなのでね普通にお買い物してもこの最大2000ポイントもいけるしさらにショップごとの還元率もアップするとまあ、結構暑いですよねで現時点では詳細出てないんですけども詳細については3月中旬以降に公開予定のキャンペーン特設ページをご確認くださいということですのでまあ、今出てる情報はちょっと限られてるんですけどもこういった感じにお得ですよと今回ポイントはね ここなんですよね。期間が短いんですよね。先ほどの PayPay ペペンボと似てまして、3月の26日から3月の28日までとこちらはなります。で、僕自身が気になるのはここなんですよね。キャンペーン期間中に対象ショップで税込み1000円以上ご購入いただいたかで全員ということで、この対象ショップっていうのが気になるんですよね。どういったところが対象なのかっていうところで、それによってね、お買い物するかどうかがしっかりと分かれてくるかなと思います。しかもね、LINE ショッピングを経由しての購入が条件ということですので、 ま、実際にね、こちらが LINE ショッピングのページになります。普段からね、僕はあまり使うことがないんですけども、このキャンペーンでちょっと使ってみようかなと思いまして、それを経由するということでしたので、おそらくね、この左下に出てるこの人気のショップってあると思うんですけども、こんな感じのページですね。おそらく、これらに出てるところが、ま、対象ショップの中に、ま、該当するのかなと思うんですよね。例えば、まあ、経由っていうことでしたので、まあ、こういったユニクロとか、まだね、ちょっと対象ショップは出てないので、お約束はできないんですけども、例えばここにね、 1%, 1のポイント還元って出てる部分が還元率がアップして、なおかつこの買い物するっていうところに行くと、まあユニクロのオンラインストアに繋がると思うので、そこで1000円以上購入したら、先ほどお伝えしてたような最大2000円相当のラインポイントが還元されるっていうことになるのかなっていうふうに思います。まあわかんないですよ。ユニクロが対象になればね、僕は多分使うとは思うんですけども、まあこれに関してはね、3月中旬以降の詳細をちょっと待ちたいなというふうに思います。もし僕の認識が間違ってたらすいません。で、とりあえず今お伝え この3つのキャンペーンなんですけども 日程をまとめました。一応ね、PayPay ペペのドラッグストアに関しては3月の19からスタートします。の3月の28日まで。で、PayPay ジャンボに関しては3月の27から3月28日。まあ個人的にはまあ請求書をこれで決済するぐらいがいいかなと思います。まあもちろんね、対応してないところもあるかもしれないんですけども、普段から請求書を PayPay ペペで決済されてる方はですね、この日を狙ってみるのは結構は価値あるかなと思います。そして LINE ショッピングに関しては3月の26日から3月の28日までとなります。 で、先ほどお伝えしたように、3月中旬以降に詳細が出てくるということですので、まあ、個人的にはユニクロとかが対象になればちょっと嬉しいかなというふうに思います。まあそんなこんなで今回は、Z ホールディングス、そして LINE が統合することによって、PayPay ペペとね、LINEPay が今後結構面白くなりそうですよっていうこと、そしてキャンペーンについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ今回のね、経営統合については、まあかなりね、それぞれのサービスの強みっていうのが活かされてくる場面ではあるかなと思うので、新しく出てくるさ サービスもいろんな風に注目をしていきたいなという風に思っております。まあ個人的にはその経営道具と関係あるかどうかわかんないんですけども、ちょっと前にから噂されてたあのペイペイカードとかまあ、そこら辺りも気になりますね。ま、あそういったね。情報がちょくちょくまた今後も出てくる可能性もあるので、まあそういったね。情報が発表されれば、随時僕の動画でお伝えをしようかなという風に思っております。で、今回お伝えしたキャンペーンのリンクもそうなんですけども、参考にさせていただいた z ホールディングスのプレスリリースのリンクも下の概要欄に貼ってますんで、詳細気になる方は是非チェックしてみてください。ということで。 本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございましたちっちゃいままでしたね。